こちらは、ロペスコ東日本です。午前7時35分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、東北道を宇都宮方面へ向かわれる方にお知らせします。宇都宮方面を通る川口大工線まで8キロほど交通集中のため、停滞しています。続いて、十番号を宇都方面へ向かわれる方にお知らせします。三里道中で付近、ロープレジェスターを先頭に6キロほど交通集中のため、停滞しています。続いて、新大阪市の宇都宮の情報です。高木長者橋を先頭に、船井長者駅線まで4キロほど交通集中のため、停滞しています。三流ラジオ、男性と女性の運営をお伝えしました。あなたの実態は、なぜか、なぜか。